はい、どうもありがとうございました。どうですか、佐野から来たお姉さん。もう大好きな歌ばっかり。あ、本当いい感じですか。うるさくないですか、大丈夫ですか。全然耳が遠いから大丈夫だ。そうだね、今なんか OK ですね。ありがとうございます。まあ、こんな感じで初めて来た方なんだと思うんですけど、あの大声出してもらってね、あのストレス発散で気をつけていただける。カラオケとはちょっと違くて、あの 生の迫力、生の間違いとかね、いろいろありますので、その辺ちょっとあの楽しみながらやっていただきます。